はい、こんにちは。バトルフィールド5、エアロドロームってとこでドミネーションやってきます。でね、ついにね、手に入りました。STG44。ランク、突撃兵のランク13でね、解放できる武器、ようやく解放したんでね、早速、こいつを使っていきたいと思います。まあね、もうちょっと使ってね、カスタムしてあるんでね、それなりにリコイルとか反動とかをね、抑えるような。カスタム施してます。確か全部右側のやつ入れてたかな。3つ目ぐらいまで今入ってんだよ。でこんな感じ。さあ C 取ったんで次 B、 A、B、C の3拠点だけだね。で B 取られてるんで多分敵がもう C に向かってるんじゃないかと思ってこの辺ちょっと見ていきます。さあ早速見えてきた。1人やっていく。さあ2人やっていく。なかなかね使いやすい。ベータの頃はすごい使いやすかったんだけど。でも相変わらずですね。ヘッドショットしていく。で、B を裏から入って占拠しに行きましょう。ベータの時と比べるとちょっと弱くなった感じはするかな。なんかめちゃくちゃ強かったんだよね、ベータの時の。STG44。なんかもう近距離も遠距離もこれ一本でもう全部いけるや、みたいな。で、なんかやっぱ強すぎて、調整入ったのかな。近距離はやっぱりサブマシンガンに部があるように調整したらしいね。まあ、じゃないとね、サブマシンガンの立ち位置、おお、なんか光ってる！やば！いるじゃん、あそこ、あんなとこにいんの。まあ、いいか。とりあえず、横から入っていく。おっと！危な！しっかり逃げないとダメだ。やりすぎ。で、しょうがない。後ろから入っていこう。あいつを、あ、まだか。倒していく。さあ後ろから入って、おっといるね。はい、いいね。味方も湧いてくれた。さあ上登って、上から遠距離を奥にいる。さあ倒していく。で A 取って、 B 取って、スカ指示が欲しいな。そういえば、分隊長じゃないんだよな。指示が欲しいところ。C か。遠いな。多分 B やられると思うから B 守りに行った方がいいかな。B 取られてんじゃん、もう。多分左、いるよ、見たら。見たらいる。ちょ、リロード。さあ、奥。狙っていく。誰にも当たんないか。いや、いるな。いた！どうしよう。なんか、ヘッドショット狙った方がいいのかな、このゲーム。同打ちしまくってるけど、なんかあんまり死なないな。あ、ちょっと待ってよ。そっちいるな。やば。めっちゃいるじゃん。出てくる。奥。うわ、後ろか。あ、そっちにもいたか。分隊長に任命された。まあね、リクエストしてたからな。じゃあ、まあ、BCG しかないよね、もう。まあね、分隊長はね、バトルフィールドそんなやったことない人、分隊長なるべくやってほしい。ドミネーションのね、分隊長の指示とかもうめっちゃ楽だから、もう3つしかないからね、適当に指示出していいよ、もう。適当に自分の陣地じゃない色の拠点に対して、いや、当たんないな。指示出してない。もう全部取った。拠点全部取っていく。したら、多分 A の奥から敵がやってくるんで、もう早速 A 取られてるんで、A に指示出していく。横から入っていこうかな。こういう時ってやっぱり、戦ってる横から侵入して、裏を取る。結構ね、このゲーム、消耗戦なんでね、裏とか取って美味しい、美味しい感じで攻めていきたいな。立ち回りが大事っす。おっと？いた。味方が何かやってくれた。あ、やば！二人いる。これきついな。間違ったな。めっちゃ湧いてるでしょ、俺。どうしよう。つってもな、BC ずっと取ってるからな。負けないんだよな。まあ、A 無理に取んなくても、抑えてればね。おっと？
とあれ無理に引き返さない方がいいな。さあ A にチョンかよ、かけ続けていく。うわダメだ、やられたし。二人見えてたもんな。起こせるかな誰か。これは起こせないか。上乗ってるし。いや、いいか。死んどこうかな、これ。143対82か。ほぼほぼ。まあ、でもまだわかんないな。よし。どうしよう。B、B 取られたりしないの？あ、向かってるね。よし。うわ、上。出てくる？こっち出てこない？出てきた。うわ、負けるか。援護兵。STG44 近距離弱くなったって言うけど、弱くなったのかな、俺。B から分けない？なんだろう、右側は全然、真ん中全然攻めてないけど、もしかしてもう敵来てんじゃないの？適当に撃っていく。さすがに当たらん。あ、ちょっと待って、まずい。これまずいな。広く展開されてるな。右側の方結構やばい。あ、いる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 。遠いと当たんないな。単発撃ちないとダメかな。いるいるいる。くっそ。ちょっとしか当たんない。勝てない。しかも弾なくなったか。さあどこだ？いた！そこ！おお、命中したけど。命中したけど倒せなかったんだ。さあ次。まあだいぶあれだな、余裕ができてきたな。A 何攻められてるの？ C でいいんじゃない？ C 行っちゃえ C。C を外回りで。あ、つか B 取られてんのかも。あ、やば。右と左にいた。ちょっとまず、まずすぎる。一回仕切り直しだな。B にしよう。B に指示出しして。おっと、目の前ね。敵倒していく。うわ、やば。右側にいた。四方八方が敵だ。これはいいかな、引き返さなくて。生かしてくれんなら、生かしてもらおうかな。いや、いいや。もう終わっちゃうな、これ。なんか、チームデスマッチ的な要素でもこっちの方がかなり勝ってるっぽいな。拠点も取って、敵も倒してみたいな。いる？いた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 。あー、いない。わかんないな、これ。当たってんだか当たってんだか。敵はもう豆粒なんだよな、相変わらず、このゲームは。頭、ヘッドショットしていく。さあ、どっから湧こう。うわ、もう湧けないし。うわ、リス A からか。あと7人、6人。おっと？やば、いる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 。めっちゃいる。こっから狙えるか？欲張りか？欲張ったか？あ、終わっちゃったね。はい、そんな感じで STG44 使って、ドミネーションやってみたけど、使いやすいね、相変わらず。ちょっとやっぱ弱くなった感じはあるけど、全然それでもね、使えるんで。STG44 マックス強化するまで頑張ってみっかな。
まだね、ドミネーションの部屋自体が少ないからそんなにできないんだよね。なんかコンクエストがやっぱメインかな。ドミネーションもちょっと流行ってほしいな。部屋が2個ぐらいしかないんだよ、今。はい、そんな感じで BF5 続けてやっていきます。次の動画でお会いしましょう。